と、このようにデコボコのある箱の折り方の説明をします。こちらは、蓋の部分、蓋になります。の説明をします。色のついた方を上にしておき、四角に半分に折り、折り筋をつけます。を広げて向きを変え、もう一度四角に折り、折り筋をつけます。で、これからたくさん折り筋をつけていくのですが、しっかりと折り筋をつけていってください。一度広げ、白い方を上に置きます。今つけた真ん中の折り筋に向けて、このように折り、左右少しだけ折り筋をつけます。こことここ少しだけです。向きを反対に変え、同じようにここの辺を真ん中に向けて折り、左右少しだけ折り筋をつけます。そして、をつけた、少しだけつけた折り筋に向かって、このように折り筋をギュッとつけてください。広げ、向きを変え、ここにつけた折り筋に向かい、この辺を合わせて折り筋をつけます。ここと、ここと、ここの3本筋が入っています。向きを変え、今度はこの辺と真ん中に合わせて、左右少しだけ折り筋をつけます。向きを変え、また真ん中に向けて折り筋をつけ、左右に少しだけ折り筋をつけます。そして、この辺と、ここに向かって、折ります。先ほどと同じ工程になります。これで、キュッと折ります。わかりにくいので、線をつけて、入れてみます。今つけた折り筋は、このように折り筋がついています。そして次はこの線を見て、このようにつけます。そしてちょっと向きをこのように変えて、この三角のこことここの部分をここに、この線に合うように折ります。このように折って、この角がこの線に合うように、このように折ります。そして、広げます。今の工程を、あと、ここの四角、ここの四角、ここの四角と、あと3つ同じように折っていきます。この線に合わせて折り、向きをこのように置き、この角をこの外側の線に合わせます。広げます。向きを変え、同じことを繰り返します。
このようになります。そして今つけた線は今引いたこの線、4つの線、反対側に折り返します。この1本、2本、3本、4本と折り返します。そして次この部分を折ります。今線を引いた部分を折ります。こことこことこことここです。この交わった部分から上に向かってこの部分だけ折ります。残りの3箇所も同じように折ります。そして組み立てていきます。この向きに置き、左右折ります。この形にしてからこちらへ向けます。分かりにくいので、こちらも線を引いていきます。こういうふうに線が引いてあるんですけども、折ります。まず、ここの竹を、このように折り、この真ん中のところ、交差したところから、ここの竹を凹ませて、このように持ちます。そして、ここは、山折り、折ります。ここも山折り。こういう感じです。そして、裏を向けて、この線に沿って、こちら側へ倒します。同じことを繰り返します。次、こちら側でやります。山折り、山折り、山折りです。三辺を山折りにし、この真ん中の筋は谷折りです。この状態になったら裏返し、先ほど倒した方に対になるように、今度は左の方へ折ります。このように折ります。そして、ここに折り筋があるので、このように向こう側へ倒し入れます。そうすると、ここ三角に凹んでいます。同じように次、こことここを折ります。ここがてっぺんになります。三辺山折り、ここ谷折りです。
山、山、山で、ここが谷。ここの辺とここの辺を合わすように、つまむように持ちます。で、裏返し、この線に合わせて、こちら側へ、つまんでいたものを倒します。折り筋がちゃんとついているので、わかると思います。最後も、山折り、山折り、山折り、ここが谷折りです。山、山、山、谷。つまむように持ち、裏返し、ここの線に合わせて、ここと対になるように、倒します。そして、これを中へ、入れます。下に置いて入れた方が綺麗に折れるんですけども、映像で見にくいと思うので、ちょっと上に上げます。倒して、中へ折り込みます。そして、形を整えます。そして、この中の補強の部分を作ります。このままでもいいんですけど、ちょっと柔らかいので、もう一つ、もう一枚紙を使って、この中を補強します。補強の部分の紙は、最初に使用した紙の4分の1の大きさを使用します。4分の1の大きさの紙を用意し、白い方を上にして、四角に三分に折ります。一度広げ、向きを変えて、もう一度半分に折ります。広げて、中心に向かって、四つ折っていきます。一度広げます。広げて色のついた方を上に置き、今度は中心に向かって四角に折っていきます。広げ、反対側も同じように中心に向かって折ります。広げます。そして、このまま折り筋つけた筋に合わせ折っていきます。この四角を底になるように、こうして、潰します。こうして、この真ん中を押して潰します。そして完成です。少し広げます。では補強します。先ほど組み立てたものを少し戻します。この状態まで戻してください。そして今折った中の部分をこの底に、蓋のところに合わせてはめ込んでいきます。このような状態になります。
そして戻します。こちらは出たままで大丈夫です。気になる方はこちらも上げて入れてください。これで完成です。この折り方は非常に、慣れるまで難しく感じますが、折り線、折り筋をつけるところをきちんと折れるようになったら、綺麗にここがポコってへこむようにへこぼこになって組み立てることができます。とても面白い形だと思いますので折ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。